えっと、今夜のお夕食美食場ご飯丸二です。えっと、私があの五目豆をとにかく作りたくって、えっと、勇気の五、えー、目、勇、え、気、ー、のお豆ですね、水煮をあのー、アマゾンかなで買ったのが届いたんですけれども、それが結構ね、あのー、もっとちっちゃいのがあればよかったんですが、 1> 1キロだったんですすね。<laughs> なのででごい。おね、でもそのおかげで、まあ、あの簡単に作れてよくってねっピシュクゾ様にもあのー、ね水煮で大丈夫だよって今言っていただいてすごい安心したんですけれどもね <laughs> ありがとうございました本当にそうですごい五目豆はほんと大成功でねおかげさまで美味しかったんですけれどもとにかくあの水煮がすごいあのたくさんあったのでね あのどうしようかなと思ってまだあの半分ぐらい500ぐらいあったのでねでおま豆カレー思いついたんですそしたら <laughs> なので豆カレーにしちゃえって思ってあのカレーもなんか食べたい感じがしたので作る運びとなりましたそれでもねまだねあるんですね <laughs> まだあるのでちょっとあな何日もつのかな水にって <laughs> なんか開けてえっと 23日大丈夫ですかねわかんないけれども明日また何か作ろうと思うんですけどもまあとにかくあの大量にあるこの大豆の水煮をつ使ってまあ、有機なのでいいしねこれで、あのー、豆カレーを作りましたこちらのルーは第一宅配の、まあ、甘口中辛ってあるんですけどもなんか今回はなあの甘口がおうちにあったのでね それにしました。まあ本当はなんか中辛とかの方が良かったかもしれないけれどもちょっと今甘口しかなかったのでまあ甘口でもいいかなと思ってそれを使いましてあとはまあ普通にじゃがいも人参、玉ねぎでねえっとどんこしいたけでは <laughs> すごい大きいんですけどなんかどんこしいたけの L サイズなので1個がすごい大きいんですねなのでそれをあの1つだけ待ってたんですけど結構あの普通のしいたけの多分2枚分ぐらいはあるので それもね、あの、刻んで、あのー、なんか、カレーに、あのー、ね、どんこ椎茸も美味しいんじゃないかなと思って、あの、マッシュルームっぽい感じでね、<laughs> 入れてみました。はい。でね、ニンニクも、あのー、なんか、ニンニクすごい体にいいみたいなので、それも生のニンニクを私、あのー、スライスして、それも最初にオリーブオイルで、あの、具材炒めて、でお水入れて煮て、まあ、えっと、 お豆の水煮を入れて煮てそれから第一高範のカレール入れてえっ、ー、とねちょっとオレガノとかも入れちゃったかな塩コショウオレガノあと何を入れたかなそうあココナッツミルクの缶がねまた賞味期限が <laughs>。 <laughs> 来ちゃって余っちゃゃっっっっててて余たのがあってでもとても全部はもちろん入れられないんですけども少し,しねあココナッツ豆カレーってなんかねちょっとおしゃれなカフェとかありませんなんかオーガニックカフェみたいななのであココナッツとお豆って何かあったなと思ってココナッツ豆カレーにしたいと思ってその余ったそのえっ、ー、とオーガニックココナッツ缶のココナッツミルクもちょっと入れちゃって。 あとなんか豆乳もちょっと入れたかなっていう感じでちょっとマイルド系になっちゃったんですけれどもあのなんちゃってココナッツ豆カレー作ってみましたあとは生姜も1袋入れたかななんか金印の冷凍生姜もあの5袋なんですけどもそれも一かけら1つ入れたかもしれ入れましたねあとニンニクとねで、えっと、ちょっと隠し味にトマトケチャップ光の と、あと、お醤油も入れました。で、ちょっと深みを出して。それで、これが、あの、大自宅配の福神漬けです。あの、私のお気に入りの無着色食のですね。なんとなく、映えのために、えっと、オーガニックパセリ <laughs> やって、なんかこう、ちょっとね、おしゃれなオーガニックカフェ風な雰囲気にしてみました。こんな感じですね。なんかね、アジフライとね、一緒に食べたら私、すごい美味しかったです。これ単品で食べるより、なんか、 アジフライとねこの豆カレーがすごいあって一緒に食べたらねとってもおいしく感じましたこんな感じの今日はえっ、ー、と、余った水煮を使った甘めのカレーセットでございましたありがとうございました皆さん今日もお疲れ様でした